どうも、浦迫です。ですね、今日はですね、令和の虎の桑田社長にですね、ちょっと来てほしいという呼び出しがありましたので、なんでしょうね。場所非公開なんですよ。場所バレは絶対してはいけないということなので、なんでしょう、ちょっとわからないですけど、行ってみたいと思います。行きましょう。早速行きましょう。はい。さあ、新宿の某雑居ビル。何でしょうかな、怖いな。え？こんにちは。こんにちは。あら、あら、社長。社長。どうもどうも。お久しぶりですね。とりあえず出ますね。大阪ライス。さすが。急な線であれって話。なんですかこの場所は。わかんないですよね。わかんないです。バー。ちょっと宮迫さん驚かせたくて。え？まだ言わないです。まだ言わない。雰囲気はバーです。いやいや、まだわかんないです。まだわかんないんですけど、ちょっとやっぱ大人のやっぱ宮迫さん数々のいろんなものを見てきたと思うんで、そうですね。こんな店作ったんですけどどうですかっていうのをちょっとね体験していただきたくて。ダメですよ。純ちゃんでおっぱいとか出てきたら絶対違う。ハプニングバーじゃない。違う。僕さすがにそういうのはもう分かってます。一回赤羽されてるんで。あ、まあそう。じゃあよかったです。ダメ。社長、女性とかいるじゃないですか。いや、女性はいますよ。お客様。ハプニングバーでしょ。違うでしょ。綺麗な女性いっぱい。そうなんですけど。何が起こるんですか。ここですね。実は渋谷と今名古屋と札幌で大人気の会員制パフェバーです。パフェ？会員制？そうなんですよ。何すかそれ？締めパフェとかって知ってますか？文化。なんかそれテレビで見た気がしますね。最後に北海道札幌で今締めパフェブームが来てて大行列できてるんですけど、それがリメイクイージーというねブランドなんですけど、リメイクイージー、そうです、リメイクイージーの新宿店が僕がオーナーとしてなんと林さんヒーラーのフランチャイズチャンネルでフランチャイズとしたっていう。あ、そうなんだ。そうなんです。なるほど。僕が新宿店と札幌店のオーナーに。すげえ。これめちゃめちゃ話題になってまして、クラファンされてましたよね。クラウドファンディングでなんとですね、今回新宿店3000万集まってます。すごいスピードなんですよ。しかも3000万。びっくりしで、本当に選ばれし方しか来れない。自分で情報を見つけて会員権買われた方とご招待した方しか来れないんですよ。すげえ。宮迫さんにはぜひその空間を味わっていただこうと思いまして、今日声をお呼びしました。そうですよ。本当今日香川仕事があって、このために飛んで帰ってきましたよ。めちゃくちゃ嬉しい。お世話になってますね。いやいや、もう本当にあれなんですよね。オーディションにも参加させていただきまして、ありがとうございました。宮迫さんともどんどん仲良くさせていただきたいなと思います。お願いします。では失礼いたします。はい。じゃあ新宿店のご入票ご紹介失礼いたします。本日はご予約とご来店ありがとうございます。当店本日2種類のパフェご用意しております。2種類。一つ目がこちらいちごの花畑パフェ、こちら一年中国産のいちごをふんだんに使用しております。こちらペアリングドリンクにはアルコールでアマレットジンジャーご提案ございます。その合うってことですか？そうなんです。はい、ここの特徴なんですけど、一つのパフェに必ず一つのペアリングカクテルがあるんで、これ本当おすすめです。なるほど。はい。じゃあノンアルコールですとアマレット抜いてジンジャーエールという形になります。はい、ノンアルもあります。そしてこちらが新宿店限定のパフェ、こちら洋梨ラ・フランスとあとシャンパンをふんだんに使用したローズパフェでございます。ラ・フランスとシャンパンを使ったパフェ、きれい、映えるな。上に飾っているビスキュイローズというローズを使った焼き菓子が昔フランスでシャンパンをつけて食べるという召し上がり方をしていたパフェを今回リメイクさせていただきました。やっぱ新宿といえばシャンパンですから。さすが桑田さん。確かにですね。それはそうですね。こちらパフェに合わせて4種類のこのようなものペアリングございます。はい、スパークリング、フェラリブリオとあとモエット、ドンペリ、シャンパンと2種類ございます。ノンアルコールですと、ノンアルコールのスパークリングワインがご用意ございます。どうしましょう。洋梨と、はい、全部これ食べれます。全部食べる。いやいや、いちごも洋梨も。アレルギー大丈夫。大丈夫です。どっちがおすすめですか。一番最初に来ていただいた方は大体このリメイクイージーの本当に期間パフェみたいな形で一番もうこちらが目玉なんですよね。まあこちらが多いんですけど、まあ新宿店限定といえばまあこちらの洋梨がおすすめです。うわどうしよう。すごいなんかお好きな方どうですか。悩んじゃう。これ悩んじゃう。女子になって。やだどうしようかしら。どんどん女子になって。いやほんまにどうしようほんまに決めてください。そしたらじゃあどっちに新宿店限定をせっかくなんでそうですよね食べていただきたいんでじゃあ新宿店限定ではいじゃあ堤さんじゃあいちごいきますか。じゃあせっかくなんでそうですねそうしましょう。なるほど1つずつででこちらシャンパンのですねスパークリングワインもフライデブルータとシャンパンがモエとドンペリでございます。わかりました。じゃあもう宮沢さんドンペリにしましょう。ドンペリください。ありがとうございます。ワングラス4950円。おお。まあまあでも。かしこまりました。ご用意いたします。お祝いですね。そう。失礼いたします。あと老眼の方も見えてないって。本当新宿とかもそうなんですけど、夜になんか実はスイーツを食べる場所が意外となくてですね。そう言われたらそうですね。新宿もマーケティングしたら1店舗しかないんですよ。最近ちょっとちらほらあるんですけど、僕らがこのお店をやろうって言い始めた時は1店舗しかまだなくて、全体で1店舗しかなかったんで、これはチャンスあるなと思ったらやっぱりチャンスがあった。すげえな。そうなんですよ。会員制パブや会員制なんですよ。すげえわ。もう宮迫さんはじめとしてやっぱかっこいい大人には絶対使っていただきたい。チラチラやってください。誰と来るんですか。何ですか。誰と来るんですか。はい誰と来るんですか。ケイチョンかな。絶対見たい。絶対見たい。山本さん。それも新宿ダンスよ。50オーバーの芸人2人で。それはぜひ言ってください。本当皆さん結構シークレットというかなんかお忍びで通われる方が多いんで場所も非公開にさせていただいてまして。そうですね。そうなんですよ。やっぱりこういろんな方が知っててなんか一元さんがっていうよりかはまあ本当に甘いものが食べたくてとか。隠れ家みたいな使い方していただけると、なんか大人の楽しみっていう使い方ですね。はい。もし気に入っていただけたら、ぜひ会員の方を後でお勧めさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。来た。失礼いたします。いちごの花畑パフェと新宿店限定パフェでございます。きれい。映える。映え。すごい。宮迫さんの笑みがすげえ鏡越しに嬉しいですね。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。嬉しい。可愛い。じゃあ説明をお願いします。じゃあパフェのご紹介を失礼いたします。いちごの花畑パフェ、こちら上に飾っておりますお花、大きいお花がなでしこ、小さいお花がペンタスでございます。どちらも丸ごと食べられるお花でございます。お野菜に比べてとてもビタミンが豊富なので、ぜひこの下に絞っているオーガニックのホワイトチョコレートのクリームやアンマレットのリキュールを使用したクリームと合わせてお召し上がりください。ホワイトチョコレートのクリームの中にはフランス産の濃厚なバニラのジェラートを入れております。そしてグラスの上と中を合わせましていちご1/2パックふんだんに使用しております。大体10粒になっております。毎日その時一番美味しいいちごを使っております。一年中国産のいちごでお使いしております。その下には食感のパーツクランブルや酸味のあるフランボワーズのジュレが入っております。一般的なパフェはコーンフレークなどふんだんに使っているかなと思うのですが、アイスなど溶けてコーンフレーク一般のパフェペチャクチャになってしまうので、当店ではクッキー生地にバターとホワイトチョコレートをコーティングしてアイスが溶けてもサクサクとした食感を楽しめるように考えられております。ぜひ上と合わせてお召し上がりください。お次こちら新宿店限定のローズのパフェ、上に飾っておりますバラはこちらもお召し上がりいただけます。今回オーバーナイトセンセーションというバラを使用しております。技名みたいですね。オーバーナイトセンセーション。セイントセイヤ出てきそう。長い名前の。上に飾っていますこちら。こちらのもの軽い食感のメレンゲでございます。ケーキ屋さんなどで使っているメレンゲよりもかなりお砂糖を少なくして軽い口どけに仕上げております。とても仕切りやすいので、作ってすぐご提供できるフェアさんだからできるメレンゲでございます、はい、上に飾っているピンク色の棒状のもの、こちらビスキュイローズでございます。ビスキュイローズ、昔フランスではこちらをシャンパンに浸して食べております。こちらを今回シャンパンを泡状に仕上げたパフェでリメイクさせていただいております。バラの下にあるこちらシャンパンの泡、こちらは、モエシャンをふんだんに使用しております。はい、その中にはリメイクイージオリジナルの、シャンパンと、ラ・フランスのソルベが隠れております。ぜひ周りに飾っているキースや本カ豆を使って低温調理をしたラ・フランスや、ローズのジュレと合わせてお召し上がりください。ありがとうございます。ただいま後掛けのローズのソースお持ちいたします。後がまだあるんですよ。まあ結構能書きがいっぱいあるんですけど、まあでもこのスプーン一つもこの大きさに乗っかるこのなんか結構計算尽くされたこのワンスプーンの中にいっぱいいろんな味があるみたいな。はいはいはい。そういうのがあったりとか。不思議な形だ。そうなんですよ。本当にきれいにこう整えられたソースだったりとかがやっぱこうパティシエさんならではでしかできないよねっていうものを作り上げている。でもプロのパティシエの方ですね。あ、そうですそうです。そうなんですよ。パティシエがやっぱりこうあんまり、まあ、世の中的に重宝されてないっていうのを、まあ、代表の大木が、はい、まあちょっと世の中のパティシエさんたちの未来を変えたいっていうので思いで作ったっていうブランドでもあるので、はい、ちょっとパティシエたちの思いをですねぜひとも口の中に運んでいただいて、ローズのソースでございます。これも今かけちゃうんですか？はい、最初からかけても途中からかけてもお好みで。味変で大丈夫です。なるほど。ちょっといただいていいですか？見ましょう。いただきます。うわ。もえちゃんの。そうなんですよ。なんかシュワッとちゃんとあるし、そうなんか強いって言われますね。はい。なんか大人。うん。でもそんなお酒してる感じでもない。メレンゲもめちゃめちゃ軽いっすよ。あります。でラ・フランスの甘み、美味しい。嬉しい。あんまり僕甘いもの普段食べないんですけど、これは大人、ほんま大人、ちゃんとした大人が食べるべき味ですよ。ありがとうございます。ペアリングのやつ。ああ、なるほどなるほど。おめでとうございます。ありがとうございます。ドンペリニョンです。シャンパンの王様です。あう。あうわ。宮迫さんにね。宮迫さんに。なるほど。いやマジでめっちゃうまいですよ。嬉しい。そしたらバクバクいってほしい。これぐらいバクバク食べてほしいんですよ。男子はほんまにメレンゲの口どけめちゃくちゃいいですよ。わあ嬉しいわ。メレンゲの口どけがまたシャンパンのようなシュワッという感じ、エアリーですからね。ね、本当にシャンパンをイメージしたっていうのはすごくわかります。めちゃめちゃセンスがこれですよね。そうです。ローズなんちゃんもう忘れてくる。俺も忘れてる。専門用語が多い。あ、これ自体はそこまで甘みはないですけど、これをつけるんですね。トレンドトレー。わあ、贅沢ですね。本場の食べ方。古き良きフランスを思い出す。嘘でしょ。急に下手くそになった。昔の貴族の人がやってたんですもんね。そうらしいですね。いちごいいですか？いただいちゃって。マミさんの感想もね、ちょっとやめてください。食レポうますぎるんですよ。本当に上手で。これはホワイトチョコっておっしゃってましたよね。あ、そうです。大好きなんですよ。チョコしたい。え、これでしょ？あ、これはこれ生クリーム見たらわかるじゃん。もう無理です。もう無理です。もう見た目レポート食べます。なるほど。いただきます。皆さんじゃあ味変もいっちゃいますか？皆さん味変。あ、すごい。結構濃度がある。そうです。ドロッとかけていただいて。あ、そうなんだ。うわなんか急にエロになった。ブランドですね。いただきます。けど、まあまあちょっとスイカーってなってました。絶対うめえだろ。ホワイトチョコめちゃめちゃ好きなんですけど、上品な甘さですごくなくて、いちごの酸味とすごい合って、めちゃめちゃ美味しいです。あとで一口もらおう。このホワイトチョコすごい。これね、2人以上で来ると分け合い1個できるんで、それもおすすめですね。全然お一人でもいらっしゃる方いっぱいいるんですけど。うわ、爽やかな甘みと酸味、味変で、すごい酸味がプラスでね。はい、アスリスは美味しい。マジでうまい、マジでうまい。これすごいな。部屋に飾れますよね、このパフェ。今の見た目でも最高です。インテリアに来ます。インテリアに来ます。まあいいですね。大人の男のパフェのしくり合い、分け合いっこ、分け合いっこ。おっちゃんの嬉しい。これ全然重くない。最高にバランスのいい甘みですね。嬉しいです。動画公開時期にですね、もうクラウドファンディング終わっちゃってまして。あ、そうなんですよ。また随時ですね、会員は月ごとだったり各月ごとだったりでちょっと不定期に募集会しますんで、ぜひとも概要欄からこちらのリメイクイージーのツイッターとあとインスタグラムをですねフォローしてください。ぜひぜひよろしくお願いします。これめちゃめちゃ価値ありますからね。ぜひぜひ嬉しいです。食べてみてほしい。だって宮迫さん美味しいもんばっかり食ってきてるはずだから、やっぱりちょっとサプライズを用意しないとちょっとやそっとじゃ驚かないでしょ。いや、私の方めちゃめちゃセンスいいです。あ、よかったです。素晴らしい。ちょっと伝えておきます。はい、僕も使わせてもらいます、このお店。あ、ぜひとも。ありがとうございます。ありがとうございます。いやらしい。堤さんがどういう人が連れてきたかは宮迫さんにもうバンバン出ますこっちはこっち。それでも連れて行きたいな。嬉しい。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。